ご乗車いただきまして誠にありがとうございます。先頭へ整備機関車側から1号車、2号車、一番後ろ側3号車です。全車両座席指定です。お手洗いは1号車にございます。次は終点の東武日光です。12時17分に到着をいたします。走行中進みやすすが車内に入り込むことがございますので、ご注意ください。2号車ではご注意にご利用いただけるよう展望電気がございます。スペースに限りがございますので譲り合ってご利用ください。安全のため手や顔、カメラなど撮影機材を列車の外に出さないようお願いいたします。SL 観光センターさんより皆様にご案内いたします。これより東武日光駅までの間、列車内では私たち SL 観光センターからご案内をさせていただきます。本日この列車を担当するアテンダントは松永、大野、車内アナウンス担当の私池でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまより座席指定券の確認に伺うとともに SL 体重から71号の記念乗車証と私たち手作りのアテンダント通信をお渡しいたします。続きまして車内販売についてご案内いたします。車内販売では SL 体重から限定グッズや石炭鍋などを販売いたしております。ご利用のお客様はご自宅をお通りの際にお声掛けください。それでは SL 体重からの旅をどうぞお楽しみくださいませ。左側のお客様はちょっと分かりにくい。
かったかと思うんですけども、ブルーベリーの木です。でこの辺りにもあのブルーベリー園がありまして、今の季節ブルーベリー、ブルーベリー噛みましたでブルーベリー狩りもありますのでね、よかったら皆様、いちごが終わったこの季節にブルーベリーもぜひともご賞味ください。あ、まだもう少ししたらまたブルーベリーね、ブルーベリーの木がありますね。今ちょうど実がすごいたくさんついてますよ。え、そして本日限定で